今回はこちらのホンダフィット RS のマニュアル車、こちらのお車に PPL のお試しをお願いしましたが、都合によって取り外した後の状況からのスタートとなります。よし、どこしよし、じゃあ、はい、今のコースに同じような運転で行っちゃっていいです、はい、後ろの車だけ気をつけてね、はい、どうぞ。え、あれかな、オートシャットオフになってんじゃないの、クラッチがアイドリングストップになったんじゃないの。めんどくさいんですよね。あ、でもこの時点からすでにおかしいおかしいだろこの時点からすでにおかしい。どうですか、ガタガタです。あ、全然違う。わあ、本当だ、すごい違うんですよ。すごい違いますあ、拾う拾う、拾いますよね、はい、すごい全部拾いますね。あとなんか音が少しざわついてるかね、ざわーって音が、あ、タイヤのノイズかな。うーん、はい、減速、硬い、ギアも少し硬くなったんじゃない。あ、そうですねギア渋くなったでしょ。ギア、はい、減速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 、もっと減速、はい、いいよ、静かに進行あの二速がなんかこれすごくギア品がなんかあの低すなんか低くて、ああなるほど、なんかこの1から2からこんなに全然変わんないんだろうと思ってたのが、あ、はい、2がやっぱりつけてる方が楽です。ああなるほど、はい、要するにあれだよね、フリクションロスが少なくなるんで二速らしくなくなるんで、アクセル抜いた時にお辞儀しなくなるんで、うんうんうん、アクセルワークがイージーにできる、うんうん、あんまり引っかかりのあるやつは、うんうん、アクセル丁寧にしないとガクンガクンってなっちゃうんだよな、前にも行っちゃうし減速もしちゃうし、うんうん、そうなんですよ、なんか、あ、そうですねということだな、はい、なんか二足がなんか使いやすくなる。あとやっぱり揺れ方は違うな、全然違いますね、全然違うな、はい、しかしまあその左足の使い方をしているその時代においては、うんうん上手にこなしすぎるような、でもそれは左足が疲れるってことに、うん、疲れます、はい、それはつながるような、足っていうか股関節がやられるような、はい、それはまあ当然の帰結で、うんうん、まあ今度はあの新しい靴にして、はい、私が言ったようにやってみるとだいぶ楽になりますよ、はい、はい、一旦停止、一旦停止、一旦停止、はい、リンクで説ですということで、いつもながらの、面白い結果を得ることができました。こちらのドライバー様はマニュアルの操縦にも長けておりましたので、意外と簡単に体感ができるということでございました。